日本千葉県八千代市、ゆりの木台ゆりの木台は、千葉県八千代市中部の大和座、現行行政地名は、ゆりの木台1丁目から8丁目。郵便番号は276-0042。八千代市の中央部やや北に位置する。西及び南西から南東にかけてと東で、茅や田町と、南西から北にかけてで、大和田神殿と、北東から南東にかけてで茅や田と隣接する。 市内行政機関の一部が集まっている東洋高速鉄道東洋高速線八千代中央駅が中心である町内には駅前の通りを中心に細かい通りがある国道二百九十六号に近い住宅地の地下は二千十四年一月一日の工事地下によれば由利の木第六丁目六番八の地点で十五万五千円平方メートルとなっている八千代市内で 最も地価が高い。八千代中央駅西側近くの百合の機大団地、16棟ほどで形成される。カヤデン歴史も参照バス路線は、東洋バスが数本通っており古くは、京成電鉄直営時代の京成バスも走っていた。路線開通の頃から百合の機大団地が形成されていた。元々の地名は、カヤデンだった東洋高速線開業後に人口が増加し、 ユリの機台という新町名で発足した。もともと鉄道空白地帯だったが、東洋高速鉄道の開業によって現在急激に開発が進められて、その結果開業10年で周辺がマンションや住宅で埋められ、宣伝もあって人口も急激に増加した。後に少子高齢化による人口急減が心配されつつあるが現在は人口がまだ増加を続けている。名前は 市の中心道路の街路樹にユリノキを植えたことに由来する。そのことから、中心道路にはユリノキ通りという名前がついている。京庫県三田市などにもユリノキ台は存在している。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 八千代市公共施設循環バス東洋バス、村上駅から見た、ゆ利の木台のマンション群1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、6丁目、7丁目、8丁目、AB、地区別世帯、数、人口、八千代市。2017年12月6日閲覧、AB、郵便番号、日本郵便。2017年12月5日閲覧、市外局番の一覧、総務省。 2017年12月5日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、住所から通学区域を調べる。八千代市立教育委員会。2017年12月6日閲覧、庭園でモテなし演出発生台中央支店、移転オープン、慶応銀、千葉日報、ありがとうございます。